皆さんおはようございます。立憲民主党の衆議院議員、原口和次郎です。今日も引き続き、有田さん、平岡さん、もっと懸命に応援したいと思います、えー。昨日ですね、下関ですね、主に、えー、有田さんはあ、旧統一教会、その聖地とも言われている地で、 戦っているというふうに、えー、申し上げました、えー。そうするとですね、下関の人に失礼だろうと、謝れという言葉が来ました。ああ、あの戦争の時もこうだったんだろうなって思います。えー、現に、えー、実際ですね、1300人の集いの,あのホームページを上げて、 起きましたけども統一教会さんがですね日蓮説ということで祝っておられる文、えー、鮮明氏が一番最初にこの日本の地を踏んだところそれが下関1941年の4月1日この日を記念して日輪説というそうなんですねで聖地っていうものの定義についても挙げておきましたまさにその聖地 えー、開祖宗教を開いた人ですねその開いた人のに強い縁のある地これを聖地って言うんですねでところがファクトチェックをしてるっていう人は旧統一教会が聖地としてるとこじゃないじゃないかということを言ってるんですがそれは旧統一教会の,あの方がどこを聖地されてるかっていうのはそれは私分かりませんただ一般的な聖地の 定義から言うと、まさに聖地であるし、しかも、私が言ってるんではなくて、そういうことを言ってる人がいると言ってるわけで、まあ日本語はあの主語が頭に来ませんから、お前は聖地というのかと言うから、聖地という人がいると、それは否定できんだろうと言ってるんですけども、失礼な。下関市民の侮辱だと。 冗談言ってもらってらた困る。下関にもたくさん友人がいて下関でも戦ってきました市長選があったんですねあの市長選私も入りましたたくさんの皆さんと一緒に戦いました残念ながら敗れましたけども下関で自分たちが声を上げていこうという人たちのことは今でもずっと連帯をしていますでこれってあの戦争の時によく似てるなって 友達が、あの、よその国の友達でしたけど、言ってきました。君の国は、あの時とあんまり変わんないんじゃないかって。つまり、ここにはミ戸ウェイ海戦のことを言ってます。ミ戸ウェイ海戦で、我が国はもう手広い世界に艦たる艦隊がですね、まあ、壊滅的な打撃を受けるんですね。で、軍の中には、この負けが、 どんな意味かっていうことを分かっている人たちもいたわけです。だけど、あの海戦に負けたとなったら、そんなことを言ったら、お前兵隊さんに失礼だろうかと。兵隊さんに謝れと。この国賊が言われて憲兵に引っ張られるのがオチだったんじゃないでしょうかね。今私たちは幸いにもそういう時代には生きていません。 だけど、もっと言葉が駆られて、そしてもっとみんなが不自由になってる。みんなが、それこそ、地上波が流しているあのまんまん中を通ってれば、それはそれでもう OK なんだと。自分たちはいつも多数派で、そしてその多数派の中で生きていれば、言葉を失い、 抗うこともやめて、そして人と違うことは言わず、じっと下を向いてれば何とかなるんだと。そんな時代じゃないですね。あの王様の耳はロバの耳っていう寮話がありましたけども。王様の耳がロバの耳してるのに誰も言えない。誰も言えない。でも、王様の耳は誰も言わなくてもロバの耳をしてるんですね。で、 この山口4区について言えば、私たちは何回も何回もここ入ってきました。まあ、この私の選挙区の佐賀からも近いですね。そして親戚たちもいる。で、山口2区もそうなんですけども、あれは民主党の代表選挙に出たときに、今戦っている平岡秀夫さんのことを言いました。 佐賀も結構のひどかったんですけども、自民党以外はまあ本当にこう、あの人にあらずというような態度を今でも取る人がいますけども、山口はもっとひどいんです。山口2区ですね。私が言ってるんじゃないですよ。また主語を間違えて言わないでくださいね。その方がおっしゃったんですよ。私に駆け寄ってきてくださった方がおられて、で、その方は、あの、 平岡さんの熱心な支持者で、私にの手を取ってですね、泣かれるんですよ。で、なんで泣くんですかって聞いたら、あなた方がここに来てくれて嬉しいからって、嬉し泣きしてるんですと。自分たちは、あそこ、岩国の基地があるんですけども、その、基地のことについてもずっと訴えてきたと。日本がもう独立国と言えないから、 もうこの泣き寝入りをずっとしてきた。だけど選挙のたんびに選択肢がなかったんだ平岡さんが立ってくれたおかげで自分たちの声をぶつけることができる。今までは誰に言いようもなかった。ただただ実質無投票、実質選挙があってももう結果が見えてる。だから私たちは 平岡さんが希望だったんです。希望なんです。あなたはその平岡さんを助けに来てくれた。本当に嬉しくて泣いてるんですっていうことだったんですね。今回の有田さんもそうですね。まさに旧統一教会。これはあの、外国の勢力と不調を合わせる形で、時の権力者が、まあ、政治の中で様々なことをするために、 利用してきたそういう宗教集団だと言われています。これも言われていますですよ。まあ実際にあの資料を出して、また今度来週の月曜日かな、まさにここを選挙区とするであろうあの林義久さんとですね議論をしますけども。 うん、今、日本はどこにいるかと。今、日本はどこにいるかと。昨日ですか、バイデンさんのご夫妻と、岸田さんの,あのパートナーの方がお会いになりましたね。詩人であったのか、後人であったのかってい、いろいろ言ってますけども、あの後、バイデンさんに対して、その、 今、民主党からですね、アメリカの民主党から共和党に移る下院議員が、もう昨日で何人目ですかねあの、移っていて、で、決議が出ましたね。で、その決議はどんな決議かというと、下院にですね、ウクライナで、あの、に駐留している米軍について報告せよっていう、まあ簡単に言うと決議らしいんですね。 で、これ何意味してるかっていうと、会員が、共和党が多数を占めることによって、アメリカが実質参戦していたんではないか、そのことを明らかにしようとしてるんだと、僕の友達は言ってました。それはどういうことって聞いたら、いや、実質、あのバンカーで、キンジャルで、あの、 300人近い司令部。これは地下120メーターにあったんだけど、それが攻撃されて、超音速ミサイルですね。キンジャル、あれ、航空機から飛ばすやつですね。前にもご紹介したと思います。ロシアの、まあ、最新鋭の兵器だって言われてますね。キンジャル。で、それで、まあ、まさにバンカーバスターしたんだと。そのバンカーっていう地下の防空壕を破壊して、 そこに米軍の司令部があったんだと言われてるんですね。で、そのことについてアメリカ議会は詳細な報告をバイデン政権に求めてると言うんだそうです。で、今日また国会でですね、それ確認をします。アメリカがいいのはですね、何かっていうと彼らがやってることはすぐ僕らにもわかるんですね。日本の政権が 僕ら国会議員でも厄介なのは隠したり嘘ついたりごまかしたりするっていうことですね。で、話が少しそっちにずれるといけないんで、で、結果何が生まれてるかというと、もう戦争やワーマンガ、DS、この時代が終わってるんです。今日別のツイートで言っときましたけども、ブリックスの人たち、 あるいはロシアや、あるいは中国や、今毎日のように私がここで触れているサウジアラビア、その人たちが手を結び合ってるんですね。で、手を結び合って、もうその戦争やから搾取されるのはごめんだと。いや、搾取どころか戦場にされるのもごめんだと。もっと言うと、金融で、貪るマネーで、ガンガンに自分たちが 貧しくされれててその富を持ってかれるこれ搾取っていうんですけど搾取されるのもごめんだとこの動きがすごい勢いで広がってるでこれは不可逆性の動きだにもかかわらず日本の外務大臣はどこへ行ってるかっていうと NATO へ行ってるつまり認識がずれてるんですよねまあ長いものにまかれろ黙っとけばいいそして 強いものに従っとけばいい。まんまん中にいれば安全だと。こういうその、なんていうかな、アイデンティティ、レゾンデートルとかも言うんで,でしょうか。レゾンデートルっていうとちょっと、あの、オーバーですね。そういう状況ですね。こういう不可逆的な変化が起きてることに気づかないのは、まあ、戦争やと、 戦争屋の傀儡ぐらいなもんだ。で、誰の指示か分かんないし、まあ、自主的に言ったのか分からないけども、NATO に外相が2回も重くなんっていうのはありえないと思うんですよ。なんとなれば、軍事組織です。外務大臣っていうのは外交によってさまざまなことを解決する、それが外務大臣です。これを来週、あの林芳正さん さんとですすね議論しますこんなことを彼と議論する時代が来るとは思,思いませんでした正直学生時代から知ってましたしね同年ですしいろんな勉強会もおそらく彼とが一番たくさんやってると思います自民相手が自民党という勉強会ではですねでこれ長いものに巻かれて群れの真ん中にいることが、まあ、唯一の存在確認である そういう人にとってですね、孤立ほど恐ろしいものはない。そう思います。G7 って、もう二言目には G7 の結束って言いますけども、もうフランスは実質離脱しましたね。自分たちの安全のためにはロシアと関係を改善しなきゃいけない。そう考えてるからですね。G7 そのものが世界から孤立してるんだと思います。よ。 中でも日本は岸田さんの姿勢によってですね、世界からも、そしてアジアからも孤立してるんだと思います。孤立っていう言葉にすごく弱いですよね。孤立。あなた孤立してますよって言われるとすごく弱い。でも、孤立って言ったら日本を貶めたことになりますかで、さっきの 元に戻しますけども、さも有田さんや僕が下関を聖地だと言ったかのように報じてるとこもありますが、絶対違いますからね。そうではなくて、そういうふうに言われていると。そういうふうに言ってる人もいると。で、それが証拠に、この1300人の集会でもですね、 これ、李海玉総会長夫人、昨日も読みました。これ、はホームページでですね、山口県、山口県っておっしゃってるわけです。そして下関が日本の国運を開く重要な場所であると激励されてるわけですね。うう旧統一教会の人がそういうふうに言ったら、言ったって言ったら、それがあの、 下関市民を侮辱したことになんですかね私、でも、皆さん、これと同じことを考えておられたんじゃないでしょうか。下関から日本の国運を開く。下関から日本を変える。そして、総理大臣を出しておられたんじゃないんですか。あるいは、国会議員も、県会議員も、国会議員は祝電だったようですけど、県会議員も出ておられてですね。で、 山口県議会では統一協会との関係を明らかにするっていう決議は取ってないと思いますよ。だから皆さん、やっぱりそのことに誇りを持ってですね、山口が、山口県下関が日本の国運を開く重要な場所。これ統一協会の方がおっしゃってるから侮辱なんですかそうじゃないでしょう。統一協会の方々が やっぱりご自身の信じられるその海層様文鮮明さんですね統一教会では海層っていうのか分かりませんけどえっと誠のお父様っていうらしいんですが誠のお父様が最初に日本に上陸された地それがまさに聖地っていうのの定義ですよねでだから言葉を奪いに来る 言葉に奪いに来る人たちは一番最初に何て言うかっていうと、感情に訴えます。失礼だと。私が言ってもない言葉をですね、こういうことは言われてると。で、それに対して変えたいという人たちが有田さん、あるいは平岡さんを応援してると。支援の輪を広げましょうと。どこがあの 侮辱で失礼ですかね。変えたいって思う人たちがそこにいて変えようとしてるわけですから。やっぱり戦争と同じですね。あの時、ペリリュー島に2014年に行きました。ペリリュー島の戦いは、これパラオにあるんですけども、その後あの、天皇陛下が行かれましたね。で、 日本でもあの美化されて、もう伝えられてたんですね。確かにあの美談がありました。美談っていうかな。うん、美談ですよね。で、あの昔の言葉ですよ。昔の言葉だから、私、これも私が言ってんじゃないですよ。土人たち出てけって言ったんですね。日本兵は。こっから出てけ。パラオの島に渡れって言ったんですね。で、それはな、なん、 っで言ったかというとこのままここにいたら巻き添え食って死ぬからですねペリーの人たちを日本兵が逃がしてるんですよそして彼らはあの洞窟の中とかに隠れながら徹底抗戦するんですね1万人の日本兵が亡くなってるんですで私はそこの慰霊にあの 渡辺周君とそれから松木健康さんと一緒に行ったんですねでその話は聞いてたんで現地の方々に日本に対してどんなあのに感謝してるかってそ,その言葉も聞きましたでパラオでそのある国が作った橋が起っこってその後日本の ODA でこの橋がきっちりできましたよって すっごく日本に対しての思いが強い国なんですね。で、そのペリリュー島に行くまでは、いや、もうその通りだと。日本はもうすごい国なんだと。ずっと、ペリリューではその、なんていうかな。日本の凄さを確認して、そして、日本に帰ることができなかった方々に祈りを捧げようと思って行ったんですね。でも、 それだけじゃなかったですね。あんな小さな、その綺麗な島にですね、それこそ78年前の状況がそのまんま残ってるんですよ。確かにそうですね。戦車引き上げることできない。ゼロ戦の残骸もそのまんま。そして何よりショックを受けたのは、当時アメリカ側から来た人たちと会いました。 彼らは何をやってるかっていうとこのペリリューで亡くなった米兵あの第二次世界大戦で亡くなった太平洋戦争で亡くなった米兵の最後の二人を探してるって彼は言ってたんですよ <laughs> こんなに洞窟がいっぱいあってどうやって探すんだってで私たちはちょうど佐賀の北重安っていうところで 頑張ってる、私の後援会の人ですけど、塩川さん。彼はお父さんを太平洋戦争で亡くされてるんですね。で、北朝鮮にまで渡って、ご遺骨のを日本にあの帰っていただく、そういうプロジェクトをやっておられます。でも、もう比較にならないんですよ。私の当選同期の 米津仁志君も元代議士ですね米津仁志さんも彼、えっと、この間どっかであの特集されてたと思いますけども一生懸命世界を回ってあの日本に帰ってくださいということでやってますがもう全然比較にならないでこれ比較にならないって言ったらお前はこういう人たちにあの唾を吐くのかっていうわけですよ 本当のことを言ったら、唾を吐くことになりますか塩川さんや米津君が僕にそういうこと言いますか言いませんよ。日本も力を出そうって、アメリカと同じにはできないけども、さすがに、これだけ時が経って、だけど、賛議された方々を日本に帰ってもらおうって、 その現状がわかんなければ変えられないじゃないですか。今回も、下関に失礼だって言ってきた人がいたんで、どこが失礼だと。それを変えたいっていう人たちの声を拾ってどこが失礼だって。あの人、結構親しい人だったんで、正直、この治療の直後に、カマケアが今回うまくいってないんで、 あの。うわっと思ったんですけど、そんな負けてられないですからね。頑張りたいと思います。えっと、これは、あ,あ、ごめんなさい、下川さん。よしょ。下川さん、おはようございます。ます先生がご無事で何よりです。ご無事でございました。まあ、ちょっと。昨日、はい、は結構大変だったけど、はい。やっぱり政治の世界って、魑魅魍魎の世界だなと思って。<laughs> で、先生の話、毎日聞くとね、本当にそう思うし。そして 賀にゆかりあるんですか竹中平蔵ってあったんですか竹中さんですかはい竹中さんは2015年間に日韓トンネルのあれで来られてますね僕はそれぐらいしか知らないですけどゆかりないのに自民党が送り込んだってことでしょうゆかりないのにああああの2000あの小泉選挙の時でしょはいうんうんうんそれはあのき、ね、その時あの方閣僚だったんで そうです。来られましたねあの、抵抗勢力原口和弘を落とせっていうことです、ねい。で、オスプレイを押しつけるんですかうーん、オスプレイ押しつけてますね。まあ、ゆゆ許せないから、まあ、許せんって言ってるんですけどね。まあ、これ、オスプレイは竹中さんとは関係ないですけどね。うん、大丈夫ですか許せないです、本当に。うん、だから、 そういうのも、こう、民主主義でね、変えていかなきゃいけないんで、やっぱりこう選挙って大事だなと思いますね。日本の場合は、嘘言っても、何やってもこう、なんか、それで、真ん中にいれば許されるみたいなところあるじゃないですか。それだともう、民主主義は死んでいくんですよね。なんか、やり,かやり方が汚すぎる。 でね、これがあまりにもひどいと、そのテロにつながるわけですよ。まあ、この間も首相を狙ったテロっていうか、あれ、ち,ちょっと本当不可解なことばっかりなんだけど、暴力がはびこるんですよね。僕はいつもその、若い頃からね、この三島由紀夫氏が、あのこのまま行けば、東洋の片隅に無機質な経済大国が残ってるだけだって言った。 ちょうどあれ、小学校4年の時だったかな。彼が、あの、市川への、で、自決をするんですね。で、その時に残した言葉を、いつも、あの、反数してるんですけどね。もう今、経済大国でもなくなりつつあるわけですからね。頑張んなきゃいかんと思います。大丈夫ですか下川さん、なんか、スピーチ、ところが。 はい,はいもうなんかもう言葉を失っちゃって知れば知るほどもうなんか、うん、だからね言葉を失うようなショックなんだけど言葉を奪いに来てくる人たちに対してはやっぱり徹底的に戦わなきゃいけないと思うんですねそうですねはい、うん、だから失礼だって言った人には僕はもう全力で反論しました僕が言ってるんじゃなくてそれを変えたいと思ってる下関の人たちのあるいは山口の人たちのことを称えてるんだと そのことを言ったんですねでこれがね通じるとさっきの三島の言葉その続きみたいのがあるんですよ。彼は暴力を否定してないんですよね。否定しない人たちが出てくるんですよ。ここで踏ん張んないと。 でも先生、<え>朗報ですあの。竹中平蔵さんの、うん、あのえっ、ー、と、3つけちゃいましたけどけウィキ、ウィキペディアを見たらあの、牛気が出まます。あんんなに悪口書かかれてる人いませんから。それも気の毒な話だけど、うんウ、ウィキって人が書くもんなんで、あれですよね。あんなに悪口言われてる人、初めて見ました、私。あまあ、それはそれで、人としては気の毒なことですね。うん、あの、なんとかな。 アメリカのワーマンが戦争屋の真下、それから金融範囲内の真下にいることが日本じゃ正当化される時代が長かったんですよね。で、さっきのちょっと三島の、三島由紀夫の次の言葉をですね、僕は、これはあんまり人には言いたくないんだけど、彼と僕は考え方根本から違うっていうことを言いながら、彼こう言ってんですよね。私は民主主義と暗殺は付き物で、 共産主義と粛清はきの粛清の方が数が多いだけ始末が悪い。例えば暗殺が全然なかったら政治家はどんなに不真面目になるか。殺される心配がなかったらいくらでも嘘がつける。これ三島の言葉です。で、まるで呪詛みたいじゃないですか。おとといのね和、和歌山のあの事件も、おそらく 暴力に訴えるっていうのはこんんなな気持ちなんだと思うんんですね分かんないですよこういうの分析するのはあのもっと事件がはっきりしてからじゃないといけないんだけど常に僕らは民主主義の中にいるとこういう暴力に落ち込むものとの戦いを意識しておかないとだから国会で嘘つかしてはいけないんですよ。嘘ついてそ,のそれをこう許してはいてはいけないんですよね。 じゃあ、あの、下坂さん、皆さんありがとうございました。私たちは民主主義の世界にいます。で、民主主義の世界で最もいけないものは言葉を奪われるってことです。言葉を奪いに来たものと戦いましょう。そして、それは誰かを侮辱する話じゃ全然ないんです。変えようっていうことは現実がわからなければ、今日たまたまあの、 統一会会のあの,会のですねで私これずっと読みながら逆に「いいこといっぱいい言っっててるんだなって思いましたあこれ引き込まれていくのこれ何人も何人もあるいは1,000人も2,000人もいる中でこれ聞いたらその通りだな」って自分も思うんじゃないかって 今回、あの、ずっと有田さんや鈴木エイトさんたち、それから紀藤弁護士たちが、あの、宗教二世の被害のこともお話しくださいましたね。で、そ,それとともにずっと学ぶとですね、統一教会が100%悪で、その100、100%嘘を言ってるかっていうと、そうじゃない。うん、むしろ逆に、あの、 朝鮮半島のこの恨みをですね、恩衆を逆に、あの、統一に向けて、平和に向けてって言ってる、その言葉は、の中にはやっぱり真実があるんですよ。で、その真実に聞かれた人たちが、組織としては、もうとんでもない、あの、被害をもたらし、あるいは、それを、 利用した、その、政治のために、かなりいろんなことをやってきた。そうなんじゃないかなと思うんですね。で、それも知らなければ変えられないんですよ。知らなければ変えられない。今回、えー、この地を聖地と言ってる、聖地とも言ってる人たちがいるということは、それは事実です。事実です。でも、それを、 変えたいって言って立ち上がってる人たちがいるっていうことをですね。それはある意味希望ですよね。頑張っていきたいと思います。じゃあ、これでおしまいにします。えー、YouTube でご覧になってる方は、こんにちはか、こんばんはですね。えー、じゃあ、ごきげんよを失礼します。